大谷、また史上初の記録を達成。やっぱり MVP やんけ。綺麗なボンズでもやってないんか。いろいろ探せばあるやろ。ほんと無駄な合わせ技多いは詐欺師に見えてくる。地味に安打数トップ5がきついんだと思うボンズとかもやってておかしくなさそうだけど、安打のキャリアハイ181でトップ10すらかすってない。そのうち身長193センチの岩手県出身日本人メジャーリーガーでは史上初の記録を達成とか言い出しそう。極論こういうことやろ。都合いいとこだけ取れば何でも史上初や。オナニーした後にこのスレ開くのは史上初。打席数が数多い方が有利なタイトルだらけなのに全部1位じゃないのか。器用なだけやね。重箱の隅をつつく記録ばっかで草。アホみたいな記録で草探せばもっとレアな記録あるやろ。 W 何でもありやな。今度は10位以内とかやりそう。さすがにそろそろ秋田は打率10割とかだとびっくりするから、そういつのやれ。そもそも本塁打盗塁に以上がほぼないんやから、他の掛け合わせたらアンタッチャブルやろ。ご視聴ありがとうございました。